それはつまりダメってことだよね。俺たちも10年付き合ってるんだよ。10年付き合ったら結婚するもの？いや、あの夜、僕たちは劇的じゃないけど出会った。私たちってなんで一緒にいるんだっけ。こんなに良くされたら気も緩むよね。そうなんだよ、お前のせいなんだよ。なんであんな人がお母さんみたいな人と結婚できたのか。今のままが居心地がいいというか。最近ようやく分かってきたよ、神さんがなぜ家を出てったのか。でも彼女でよかったよ。佐藤は出会った人が咲さんでよかった。出会い方とかそういうのはどうだっていいんだよ。あの時あそこで出会ったのが彼女で本当に良かったって思うのがすごいことなんだよ。あれから10年経ってはっきり分かった。どうしても今夜伝えたくて。アイネクライネナハトムジーク。